はい、というわけでやってまいりました。ごめんなさい、前回取り逃したですね、鍵部屋にやってまいりました。開けましょう。さあ何が入っているんでしょうか。はい、というわけで友達リボンですね、こちら見てみましょうか。すげーテンション上げちゃう。これがね、なかなか激レアアイテムというか、すごい強いアイテムで、リーダーが持ってると戦ったポケモンを救助隊の新しい仲間に誘いやすくなる。まあ、つまり神アイテムってやつですね。はい、なんだっけ、伝説のポケモンと、そう、低確率で仲間になる伝説のポケモン。だから本当はミュウ捕まえるときもこれ持っときゃよかったんだけどね。はい、まあそんな感じゲットできました。はい、じゃあそれでは次の場面でお会いしましょう。カッツ。よくぞ、よくぞここまで来た。この頂上に来れるのはまさに選ばれし者のみ。ここに到達することが真の強者の証、そして我と戦う権利でもあるのだ。己の限界を超え、力のすべてを見せてみろ。行くぞ。セリフ変わってますね。はい、というわけで、いや、もう舞い戻ってまいりました。タイ鳳凰ですね。今回はこいつを仲間にするために、多分ね、仲間、友達リボンなしでも仲間になると思うんだけど、一応友達リボン装備してます。じゃあ行きましょうか、早速。でこいつ、神秘の守りを使ってくるから、序盤戦に状態以上にしなきゃいけない。目つぶし、とりあえずこいつの目をまずつぶして、目をつぶしてから惑わしの種、もういろんな種ぶっかけまくって、おい、惑わして、でこれ連結してきました。はい、もう鳳凰をやるためだけに作ったこの技構成いきます。水鉄砲泥かけ波乗り、213 55 145、いいね。水鉄砲の方が強いんだ。え、ちょっと、おい、おお、逃げやがったこいつ、危ね。神秘の守り使われる前に次の状態以上にしなきゃいけない。おい、はい、とりあえず混乱させて、でまたこの鳳凰駆逐用の技をぶっ放していこうよ。ちょっと水鉄砲の威力が当たんねえ。大丈夫、まだいける。ほい、どうよ、これでいけるんじゃないか、まだか。ほい、よーし、オッケー、仲間になったね。それでこそよ、それでこそ、おい。はい、というわけで鳳凰を仲間にすることができましたね。ニックネームはいいや。2655で、これで鳳凰を仲間にするとですね、ちょっとイベントが起こせるので、ちょっとそこのまでちょっと行きましょうか。すいません、そこまでカッツ。ある時、西の外れの小さな洞窟で、あれ、リザードンじゃね、これ、これあれじゃん、チームフーディンズの、フーディンズって名前忘れちゃったけど、早く来いよ、カメックス、あれ違う、御三家図かな。しんどいな、ここは。け、なんだよ、弱音なんか吐いちまって。そもそもここを探検しようって言い出したのはお前らだろ。新しい洞窟を見つけたからってよ。ああ、たまたま海を泳いでたらこの洞窟を見つけたんだが、メックさん、海を泳ぐ、たまたま海を泳ぐっていう、なんか結構なんかお散歩がてらみたいな感じで泳ぐんだな、さすが水ポケモン。まさかこんなに厳しいダンジョンだとは思わなかったぜ。けったまには違うコンビもいいかと思ってここまで来たけどよ、情けねえな。天下のカメックスが聞いて呆れるぜ。なんだと、このわしが情けないだと。わしの力はまだこんなものではない。わしをカメックスを舐めるな。うおお、喧嘩してるよ。ハイドロポンプだ。ハイドロポンプだ。ハイドロポンプだ。ここハイドロポンプ玉2個ってなんか卑猥な形してるよな、めっちゃ。まだ元気あるじゃねえか。その息だ。もう少しだと思うし、頑張っていこうぜ。なんだ、勇気づけてくれたのか。すまねえ。いいってことよ。最高ぜ。いいコンビじゃん。え、なんで急に BGM 止まるの。ん、どうしたんだよ、またバテてるのか。いや、そうじゃない、今何か聞こえなかったか、なんか声がしたような、
いや、何も聞こえないぜ。お前か。私の眠りを妨げたのは、お前たちか！誰だ？貴様、貴様こそ何者なんだ？姿を見せろ！あ、やばいやばい。私か。私は、戦うために研究され、戦うために生まれてきた。最強のポケモンだ！あ、やばい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 。あ、やばい。この二人死んだ。もう帰らぬポケモンとなった。うわー！やー！あ、もうこの二人は帰ってこないです。しかし、常々思うんですが、最強のポケモンってどなたなんでしょうね。そりゃやっぱりレッグーザだろ。そうなの？なんたって星を破壊しちゃったんだよ。そんなさ、そんなことできるのはレッグーザの他にいないよ。そうなさ。でもグラードンも強そうですよ。そうなの？何しろあのフーディンのチームが勝てなかったぐらいですから。そんなさ、大陸を広げたって伝説もあるし、とんでもないポケモンですよ。こいつグラードン信者か。まだゾーミー、おめえがグラードンに出会ったら一発で消し済みになっちまうからな。そんなしょなんで毎回語尾とか変えるの。ちょっとずつ。あ、いいところに来た。今みんなで誰が最強のポケモンか話してるんだけど、セロはどう思う？最強の、誰が最強のポケモンだと思うかい？自分。レッグーザ、グラードン、自分。何なんだこの選択肢は。じゃあちょっと自分選ぶか。いや、俺だと思うけど。ドン引きされてんじゃねえか。ドン引きされてんじゃねえか。まあ、強くなりたいという気持ちは認めるが、これからも頑張ってください。嘘だろ。思いっきりドン引きされてるじゃねえか。これは聞いた話なんだけど、世界のどこかに戦うために生まれてきたポケモンがいるそうなの。戦うために生まれてきたポケモン？うん、そうなの。なんでも自分の戦闘力が高すぎるあまり、目の前の敵を倒すことしか考えられないらしいの。とんでもねえ戦闘狂だな。凶暴なポケモンなんですね。ブルブルブル。それでそのポケモン、その恐ろしいポケモンは今どこに？噂では自分の力を蓄えるためにどこかの洞窟で眠ってるって話だけど。その話本当だぜ。ああ、帰っては来れたんだ。帰っては来れたのかお前ら。ボコボコじゃねえ。こんな弱った姿見たくねえよお前らの。リザード、それにカメックス、どうしたんですか。ひどい怪我だ。一体何があったんだ。ああ、さっきソーナノが話してたやつ、まさにそいつにやられたんだ。なんだって。間違いない。戦うために生まれてきたと言っていたからな。そう、自分から言ってたな。自分から言ってたからね。しかしあのポケモンの強さ半端じゃなかったぜ。まさに最強の。うわぁ、リザード大丈夫か。西の外れにある洞窟に、西の外れに洞窟がある。やつはそこに。もうあんなところ二度と行きたく。ああ。あ、カメックスも早く手当てしてあげなきゃ。誰か呼んできます。本当にいるんだな、そこまで強いポケモンが。しかし西の洞窟にそんなやつがいるって言われても全然行く気しないよな。怖えもんな、そんなところ行くの。僕も怖いです。あ、僕っ子なんだ。そうなの、かわいい。そんなじゃみんな怖がっていて誰も行きたがらない洞窟、西の洞窟。行けるようになっちゃったのかよ。普通行けないようになるんじゃないの、そういうところは。二度と行きたくないとか言ってるのに。あ、今自信家だった。俺が最強とか言ったせいかな。はい、というわけで、ちょっとね、まだなんだよ。まだ実はやることがあって。そうね、ちょっとやることがあるので、そこまでカットします。カット。あ、ほういる？あ、いた。すげえ。すげえ。なんかマグナゲートのラストみたいだな、この虹のかかり方。行きたくてうずうずしてる。
なんか BGM がすげえ厳かだな。リーダーにする。で、何がやりたいかっていうと、この頬を動かせるから、すげえ頬が動く、でっかこうなんか綺麗だな、ここ。虹の頂き。でかすぎる、マジで。これ街中飛んでいい存在じゃないよ、こいつは。で、ちょっと会いに行きたい人がいるんですね。しばしお待ちください。どこだっけ？これでイベントがね、さらに進む。あ、いた！パッチリ、お前が会いたいって言ってたんだぜ。でかすぎる。パッチリ。幻のポケモンを見たんですか？ってか、俺なんだけど。僕です。あ、ウラウラダンスして。それでどんなポケモンでした？なるほど。なるほど、なるほど。なるほど。なんと、ほうという。そうなんですか。いや、だから俺だって。俺だって。実に羨ましい。って、あなたがほうご本人なんですって。お前、わざわざこんなな山の頂上から降りてきてやったんだぜ。感謝しろ。倒れちゃった。うわぁ手前。クラクラしてきて、うわぁ、かわいい。いきなり有名人に出会った、なんか女子中学生で、突然倒れて申し訳ないです。しかも解放までしてくれてありがとうございます。頬が解放したのか。しかし手前もう感動。まさか幻のポケモンに出会えるとは、もう感無量です。やっぱり途中で諦めてはいかんということですよね。諦めてはそこで終わりですものね。安西先生説がある。ありがとうございます。で、手前、また旅を始めます。あなたに出会えたことは手前一生の思い出になるでしょう。大切に胸の奥にしまっておくです。では頑張れよ。まっすぐ歩けてねえけど。壁伝いだったら若干まっすぐ歩けるかな。はい、というわけでこれで完全にですね、鳳凰のストーリーは終了となります。鳳凰関連のストーリー。ただ、まあもちろん西の洞窟に人工的に作られた戦闘橋がいるようなので、次回はそこに行こうかなと思います。はい、じゃあそれでは、カッツ！しゃあ、やってやるぜ。力がみなぎる。無尽蔵の力が！さあ、やってやろうじゃねえか。俺とのデュエルだ。我はグラードンと死闘の末、長い間眠りについていた。力が回復するのを待っていたのだ。そして今、その力がよみがえろうとしている。我は海洋が海の支配者。我が波動の威力、受けてみるがいい。はい、というわけではい、というわけで海洋がの元にやってまいりました。あ、友達にも装備してないし。ほい、友達リボンをですね、手に入れたので、ちょっとボスのところに来てみました。どうだろう、仲間になるかな。ちょっと波動の威力を見せつけられちゃうこのだと、まあ、波乗りでいいか、ご利用しで。おい、よし、次よ。仲間なるよね、多分。おい、よいしょ、ほい、大丈夫、いける。どうよ、いけ、よーし、仲間なった。いいね。やっぱ友達リボン様々だわ。そう、ごめん、実はね、俺友達リボンを手に入れる前にこいつ2回倒してるんだよ。あのストーリーで倒した後に、ストーリーじゃないか、そう、あのクリア後に倒した後に、そう、また2回倒して2回とも仲間になんなくて、すげえ友達リボンの効力てきめんですね。はい、というわけでやったぜ、これ嬉しい。海洋が仲間だった。オフローズと冒険、海底洞窟に行けるようになりましたね。こう友達エリアが増えるのが嬉しいですね。はい、というわけで、じゃあそれでは、カッツ！次の朝、いや、朝といっても、まだみんなが起きないぐらいの朝早い時間。びっくりした！びっくりした、マジで。マジでびっくりした。てか、スピーカーの音量爆音にしてたから今すげえビビった。なんだこれ、マジで。びっくりした。なんだ外で、何が起きてるんだ。この音は、何かが近づいてくる。
はい、いや早すぎる。でも俺には今見えたような気がする。無限のポケモンが、なんだったんだ今のは。ものすごい勢いで何かが飛んでったな。あの先は北の山脈の方かな。まだ眠いや。朝も早いし、もうちょっと寝てよっと。そして数時間後。ね、寝せろ。起きて。セロってば。セロ起きた？なんか広場の方が騒がしいんだよ。ちょっと行ってみよう。あ、セロ、あそこに集まってるよ。え、何こいつ。あ、隠れ音だ。あー、もうやられましたよ、クソ。どうしたの？みんなどうしたの？どうもこうもないですよ。お店の道具が盗まれたんですよ。わざマシンいっぱい持ってかれちゃいましたよ、畜生。私の銀行は平気だったけど、おっかない世の中だわね。倉庫は大丈夫なの？大丈夫、何も盗まれてないわよ。おばちゃん、そんなヘマしないわよ。なんですと？それは私たちがヘマだから盗まれたと。ヘマって何？ヘマだからって何？ヘマするっていう、なんか謎の動詞だな。まあ待て。なあ隠れよ。その泥棒をお前は見たのか？ちゃんとは見てないですね。私が見た時にはもう飛び去ってましたので。飛べるポケモンということだな。飛び去る？空を飛んでいったのか？はい、あちらの方へ飛んでいきました。それはもうすごいスピードでしたよ。じゃあ俺が朝見たあいつか？もしかしてなんか青い羽を生やしたジェット機のようなポケモンだったような気がするんだけど。あっちは北の山脈だな。どんなやつが盗んだのかわからないが、これはちゃんと調べた方が良さそうだな。お願いしますよ。これじゃ商売上がったりです。まあ、わざマシン一個一個値段高いからね。てか売り値と買い値と値段が違いすぎるっていう。セロ、ちょっと行ってみよっか。店に入った泥棒を追跡することになった。そしてその泥棒が逃げたと思われる場所、北の山脈へ行けるようになった。やった。ちょっと待って、2つ出ちゃった、やることが。どうしよう。